松井和夫、起これなかった。5月26日、西武松井和夫監督が休養し、渡辺久信 GM が監督代行を兼任することが発表されたのだ。現役時代は走行手揃った、ミスターレオ。メジャー挑戦後、楽天を経て古巣に戻り、引退翌年の19年から2軍監督や1軍ヘッドコーチを歴任。満を持しての1軍監督は今季で2年目だったが、24日に12球団最速で30敗に到達するなど、ぶっちぎりの最下位に沈んでいた。監督を差し置いてコーチ陣が厳しく指導できるわけもありません。実際、島重信1軍打撃コーチは選手たちから、置物になってると陰口を叩かれる始末。PL の後輩で、松井監督が肝入りで呼び寄せた平石洋介ヘッド兼打撃戦略コーチも、楽天、ソフトバンクで指導歴があるにもかかわらず、機能しなかった。スタッフからは、監督が鬼にならなきゃ何も変わらないよと同情の声が漏れていた。難しいもんやな。怒ったらパワハラになるよ。矢野明弘と同じやな。矢野は、スピリチュアルって逃げ場があったから病んではいたけど、平常運転だった。梅野、一理ない、矢野は厳しいだろ。PL の頃も怒ってなかったのかな。PL のスタメン組は基本優しい、控え組が鬼軍曹。監督は怒らなくてええやろ。PL 出身なのに意外やな。むしろ前剣とか今井とか優しいだろ、単純に時代だよ。さらに5個下の平石は結構当たりきついって言われてたんやけどな。平石はまあキャプテンやったし。20いくつになって個人事業主で成績残さなきゃクビになるってのにケツ叩かれなきゃ練習もしないような連中、何やったって無駄だろ。荒井みたいに鬼にならん年上にはなれんよ。怒ったらパワハラ、昭和体質、怒らなかったら鬼になれ、怒れない無能、どうすんの？戦力が整ってない球団の監督は受けないのが正解。説教できないってのは、それはそれでただの無能上司。鬼になってあのガラクタみたいな野手が物になるかよ。実際、先発陣は長いことパリーグトップの指標だったやろ。